はあるね、途中。今日のカート結構スピード出ていいんだけど。いや結構出るのよ。結構出ますね。滑らか。スピード強です。このスレスレで多分いいと思う。うん。パー5、434まで行かないと思うよ。だから、ね、左狙いすぎたら池だから。ホール方向かな。そうだね。ホール方向よりちょい左で行きたい。おお完璧。完璧じゃないで。うん、完璧完璧。おお上がった上がった。あれもいいんじゃない。まっすぐ OK。 パワー5だから OK。 スピード高かったかな、うん、5番ウッドです。はい、ナイスショー。わ、飛びすぎじゃない？完璧。すごい飛ぶね。完璧。大丈夫？大丈夫？大丈夫。やべ。びっくりした。めっちゃ飛ぶから。すごいね。そうだった。めっちゃ。今もうドライバー飛んでるよ、ね。完璧完璧。完璧。よく見えないからさ。右どこだろう。右かな。悪くないかな。あ、平気平気。オッケーオッケー。うん。よっしゃ。これも5番ウッドです。5番ウッドです。落ちちゃったな。うん。あ、あ、あ、落ちてきた。出てきた出てきた。オッケー。はい、5番ウッド。でもね、左足下がりなんだよね。お、いいね。オッケー。あ、質問。質問。はいはい。何ヤードから打ち込みになるのかな。50ヤード、うん、50ヤード。じゃあ待ちます。待ちます。やっぱ髪がすごいね。やっぱ外で見るとめっちゃ、うん、緑っていうかなんか青、そう青くなってきた。映ってる。うん、映ってるわ。すごいね。ちょっとなんかね、海に行ってる気分で。いや私コスプレなのかなって思いました。あ、でもよく言われる。うん、アニメ好きじゃん、ゆうかさん。 そのキャラクターの真似かと思った。コスプレでしょって、鬼滅でしょって。うん。やばい、ちょっとない。おお、いいじゃん。うまく当たったわ、これは。めっちゃいいショット。オッケーオッケーオッケー。9番アイアンです。100ちょい。はい、ちょっと控えめすぎちゃった。うん、問題ない。はい、90ヤードピッチング。ピッチング。でかいかもしれない。やっちゃった。あ、ちょっと大きかった。そうなんだよね。軽く打たなきゃいけなかったんだけど、ちょっとガンガンってやっちゃった。50ヤード。あ、やばい。やばいよ。出せないと。え、こういう埋まってる時はもう何もなし。なんか埋まってたらさ、私とかだとさ、こうちょっと。打ちやすいようにこうパッと上げていいよって言われるんですけど、そういうのってないんですか。絶対ダメですよ。絶対ダメですよ。絶対ダメですよ。
それも罰だかペナルティだか競技出れねえやだなこれ。はい、うん、ラフが深すぎて落ちないと、ラフが深すぎて、まあ、大きいかも、強い勝てた、待ってた、止まらない強い勝てたわ、止まれ一番やったらダメなやつだ。うまい。で、曲がれ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 。全然ライン読めないな今日。オッケー。うん。バーディーパットですか？はい。なんかでもね、ラインがわかんないな。スライスストレートって言うんです。スラストレート。スラストレート。スパイダー、うん、スパイダーやっぱいいんだ。いいよ。石井さん何も切りなかったんだよ。そうね。いいよ。いいよ。曲がって曲がって曲がって。やった。ボギー。269ヤード。はい、お願いします。パフォーです。パフォーです。まあ木に向かって木よりも左がいいのかな。かもね。まあ、いっか、とりあえず。右なんじゃない？キー右？右なんじゃない？そうだよね。そうだね。左攻めます。うん、いやー、ダメだわ、これは。ナイスなんだけど。でも、あれあれでもさ、なんかさ、意外にいいかも。ね、うん、グリーン、なんか捉えてそうに見えます。そうですね。ちょっと引っ掛けが怖くて。ああ私もちょっとまあああナイス。いやどっちか。ああ見えるかな、見えそうだよね。抜ければいいけど。ついぞこれは。うん。勝手にフェードしてくれたらいいな。でもこのライでフェードって結構。頑張ってみよう。とりあえず作ってみます。U6。ちょっと待って。とりあえず超えた。オッケー。ナイスショー。ナイスショー。うまいね。とりあえず。私も、ね、女優傘ですか。え？女優傘みたいな。いいでしょ。デカめの。そう。私レベルだとこのぐらいの大きさじゃないと許さない。かっけえじゃない。かっけえ。わあこれだ。いい邪魔だよね。どうしよう。うん邪魔だ。多分100ヤードないんだけど。はい。7番。6番だな。7番で当たっちゃうもんね。6番アイアンで低く出す、そして転がしみたいな、こんなもんかな。あ、いいんじゃない？オーバー？いい感じかも。ありがとうございます。こっちバンカーでもバンカーが嫌なんだよな。狙ってくの？曲げてくの？
あっちのバンカー越えた手前でいいんですよね。うんうんうん。ここ出したいな。うん、出してもいいかもしれない。ねえ、なんか変にバンカー入った方が、そうだね。なんかってなりますよね。うん。普通に無難にそこに出すのが、そうね。いいですよね。まあまあ、そうね。はい。そこら辺のとこにね。はい。固くね。はい。え？あ、いいんだった、いい。わあ！どこで止めよう。うまい。よかったですね、今。ナイス。ゆけいちゃんは今年6年生、はい、ってことは来年から、来年からお医者さん。はい、わお。すごい。病院？どこだよ、はい。東京都内の病院。そうですね。その予定です。はい。美人ジョイさん、うん、ありがとうございます。ジョイさんやばいね。かっこいいな。なんでこう何お医者さんになろうと思ったの？は最初テレビで手術とか結構やってるじゃないですか、うん、あれ見て手術したいなって思ったのが最初ですかね。すごい、手術したいな、はい、そうです。きっと祈祷を切りたい切りたいっていうか、でもそのうん、すごくないですか、やっぱ切って、うん、中をね、普通に戻るってやっぱりすごっと思ったんで、それがやりたいなって思ったのが最初ですかね。それ何歳の時とか、はい、でも小学生、あ、そんな中学生とかからは医者になりたいなって思ってたかな、はい、そういう例えばドラマとかでもさ、病院になってたるじゃん、うんうん、はい、そういう手術のシーンになると、うん、私は見れないタイプだった。あー、はい、なるほどなるほど。血が飛んできて顔にピャーみたいな、こっちがもうなんか心臓バクバクになる、はーってなるよね。絶対看護師とか向かないタイプ。確かに。すごい。今さ、何じゃ病院の研修とかもしたりしてるの？は、うん、研修はもうあれか、研修医になるから。そうですね。研修はその、来年から卒業後2年間研修医で、うん、いろんな全部の科を回るんですけど。そうなんだ。でも実習は、5年生とかでありましたね、うんうん、はその全然やることはできないんですけど、うん、その先生について病院の、うん、なんていうんですか、うん、はい、すごい、なんかもう未知の領域か確かにね。すごい。でもお医者さんってすごいな。すごいね。すごいな。そのゆきえちゃんです。ゆきえちゃんです。